コパアメリカの乱闘騒動まさかの11人が重罰へ。ヌネスは長期出場停止処分の可能性がある11人の選手の一人。他にヒメネス、メレ、ビーニャ、オリベイラ、ペリストリ、アラウージョ、ロドリゲス、マルティネス、ベンタンクール、カセレスが長期出場停止処分の可能性。なお FIFA からの制裁の可能性も高く、処罰の決定は騒動の聴取や状況把握により、コパアメリカ終了後になる可能性が高いとされている。殴った事実の処分でダルウィンたちに出場停止処分が下るなら、ウルグアイの協会とリバプールは、南米の連盟に警備の不備で抗戦だわな。これで長期欠場になるのなら、今後サッカー選手の家族は安全確保のためにスタジアムの入場禁止にした方がいい。処分があるのは、わかるけど末端を真っ先に処分じゃなくて、まず、開催側の不手際から解決すべき。コロンビアでの世論が気になる。これが日本だったならたとえ自国民であっても酔っ払いへの非難がものすごいことになる。国の代表で戦ってる意味を問いたくなるわ。選手みんなで、ボイコットしていいレベル。エアロも乱入もとしすぎで警備甘いし、スペイン・イングランドの決勝も何があるかわからないし、モラタ乱入者のせいで足痛めたし、なんかいろいろ物騒なサッカー界になっちまった。選手たちの処罰の話は出てきてるのにサポーター側の話が全然出てこないのはなんでや。ヌゲスは別にただ暴力行為をしたわけじゃなく、家族を守るためにやった。もしこれで長期の出場停止になったら CONMEBOL オーラムは、サポーターに重罰与えないとあえてまたこういう煽りする人も出てきそう。